ポーポコ、ポーポコ、ポーポコ、ラゴプープー、ポーポコ、ポーポーコとも、は、ボリビア中西部のアルティプラーノにある塩湖、標高約3700メートル、長く広い90キロメートル32キロメートル湖で、ボリビア中西部のオルロ,ロ県東南部に位置する。年間を通しての水域はおよそ1000キロメートル、ポーポコとチチカカ工をつなぐデスアグアデロ川からの流入が、 主な水源である。流出する河川を持たず、平均水深は3メートル以下であり、その湖水面積は大きく変動する。ポーポコは、ラムサール条約による保護指定を受けている。ポーポコは、その流入のほとんど、およそ92%を、北端のデスアグアデロ川から得ている。湖の東岸にも流入する小川が、幾本かあるが、 ほとんどが年間の大半は干上がった状態である。最も水位が高い時期には、ポーポコは西側のコイパサシオバ原まで広がる。アルティプラーノの南側に位置するウユニシオバ原に流出する小さな川があるが、一般には、ポーポコは流出河川をもとない閉塞に区分される。チチカカコの水位が標高3810メートル以下に下がると、 デスアグアデロ側に供給される水量は、ポーポコで蒸発する分よりも少なくなってしまう。この時期には、ポーポコは縮小する。最大湖水面積として1986年に 3500km を記録した。その後、1994年まで面積減少が続き、ついには湖が消滅した。1975年から1992年の間は、 近年では最も長く湖が存続し続けた期間であった。なお、七カカ加は蒸発量が多いにもかかわらず、その水源は水位をほぼ保つのに十分な水量を供給できる。ポーポコの塩分濃度は非常に高い。この塩分濃度はポーポコが閉鎖水系であり乾燥地帯に位置していることに由来する。湖水の蒸発に伴い、湖水中の塩分濃度が上昇し、 塩分濃度の高い湖水がよそへ移動せず、引き続き蒸発濃縮を続けるためである。ポーポコ北部はデスアグアデロ側からの河川水供給により、希釈されているが、南に行くに従い塩分濃度は上昇する。塩分濃度は水量によって変化する。2006年10月から11月にかけては、湖北部の水は、気水レベルから食塩水レベルまで変動した。 湖の南端の水は塩水に分類される。水質は4から 2NACL。塩化ナトリウムの元となる岩塩や蝶石などの地質要素は水源域に存在し、ポーポコの塩分になる。湖本体がある場所は新生代堆積物であまり層をなしていない。この堆積物は遥か有史以前の湖が残したもので、少なくとも5回の表記の間アルティプラーノにあった。 ポーポ地域の工業は長い歴史がある。金属採掘は13世紀には始まっており、インカ帝国の軍隊が用いていた。16世紀にスペインが植民地化を行ってからは、工業は一層盛んになった。この地域がボリビア工業の中心地域であるという現代の認識はこの時代に作られた。ポーポ地域の東側に沿ったアンデス東山脈の麓が 鉱山地区にあたる。金と鈴が経済的に最も重要な鉱物である。研究によると、ポーポ地域の表面と地下を流れる水からは高い濃度の重金属が検出されている。これらの金属は岩盤中に存在し、風化現象によって放出される。この地域の工業は、この重金属汚染にも関与している。鉱山から流れ出る酸や鉱石を処理する機械により、 金属の浸出が加速されるのである。また、精錬所からは、大気中に重金属を含む物質が撒き散らされる。ポーポコに運ばれた重金属の大半は、固定に堆積しているものと思われる。湖水のヒ素、鉛、カドミウムの濃度は、ボリビアと世界保健機関が飲料水に適するとする基準値を上回っている。 次の三大種四種の魚類が固有種として存在する。二十世紀に入り、次の二つの外来種の魚類が持ち込まれた。これらの大型種は、今日では、商業的に最も重要な種となっている。水位が低く塩分濃度が高い年には減少する。ものの、魚の個体数は比較的多い。水生鳥類は三十四種あり、非常に多様である。最も有名なのは、 湖の北側と東側の浅瀬に住む3種のフラミンゴである。バードライフインターナショナルの協力のもと2000年に行われた調査では、チリーフラミンゴや南米コンドリを含む6つの絶滅危惧種が確認されている。合計17の特殊な植物や3種の藻がポーポコこの周囲で確認されている。定期的な渇水と洪水があるため、沿岸部は植生には適していない。 考古学的な調査が、ラパスのサンアンドレス大学により行われ、ポーポ盆地の形成後期、紀元前200年紀元200年、おそらく農業形態が変わりつつあった頃に、町や村といったような、複雑な中央市街区域となっていた、ポーポ地域に、湾から2文化が影響を与えていたと報告している。牧府やリマによる、公益キャラバンたちは、定住している農民と共存していて、 商品やサービスの交換が良好に行われていた。それより、後の時代、初期地域開発期、期限300年から900年頃に、捨ての研究者たちは、居住地域が拡大したことを示した。ポーポ南部に住んでいた人たちは三角の螺旋型をした、独特の陶磁器のスタイルを開発していた。湖の東側の割は、 ティワナクの重要な飛び地とみられ、チカカ中心部やその近辺にある陶磁器のスタイルを持つなど、これらの地域の交流があったことを示している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。